入口洞窟から奥を望む、シダ群落伊予木道は、高知県秋市伊予にある洞窟。約300万年前に、海の中で堆積した地層が隆起して、水星岩が渓谷からの水で侵食されてできた天然の洞窟である。年間を通して、約20度の温度に保たれている。長さは、約40メートル、幅約3メートル、高さ約5メートルの規模である。 洞窟を通り抜けると崖に囲まれ、志賀群落による神秘的な光景が見られる。地元の作家による良き彫刻の村プロジェクトで洞窟内に彫刻像が置かれている。近年、整備されて奥の神社跡や滝まで行きやすくなった。1926年10月20日。 日本列島の温暖な地帯に広く分布するシダが一箇所に生息していることは珍しいため、国の天然記念物に指定された。洞窟の温度、湿度、明るさ、岩石の多い地形等がシダの生育条件に適しているため、約40種類もの多くのシダが共生している。指定されているシダ、ホービシダ、コモチシダ、ノコギリシダ、高ーライシダ、松坂シダ、 白山全米、栗原 ABCD、伊予き道。一般社団法人秋市観光協会。2019年8月28日閲覧。伊予き道志田群落。秋市、シ。2019年8月28日閲覧。ありがとうございます。